もともとああいうことを言う人だしみんなそれだから、えー、加藤純一さんが差別発言を切り取られて炎上してしまった件についてさんの見解をいただけるとありがたいです。オリンピックの炎上の流れに飛び火した形なのかなと思いちょっとやりきけない思いがありつつ今まで通りの楽しい姿を見せてもらえばそれでいいのかなと思ったりもしていますでももともとああいうことを言う人だしみんなそれだから好きだったんじゃないの なんかその、公の場に出て、なんかその、正しいことを言うタイプの人ではないと思うので、なので別に今まで通りこうギリギリの発言をして怒られつつっていうので面白がるっていうのでいいんじゃないかなと思うんですかね。なんかその、表に出て、なんか、正しいことを言い続けるのが向いてる人と向いてない人がいると思うんですけど、うんこちゃんは向いてないと思うんですよね、性格的に。はい。てかまあ生主大体みんな向いてないと思うんですけど、その、 まあ、そのニコニコ生放送って、なんか沼リンピックみたいなのを笑ってたりする人たちがいるわけじゃないですか。まあ僕も笑う組だったのですいませんけど。なので、あの、やっぱなんかニコニコが好きな人って、基本やっぱちょっと偏ってるし、現代社会のコンプライアンスやところでいくと、多分あの、許されない人が多いと思うんですよね。なのでまあ、あの、ニコ動がアングラサイトって言われるのもわかるなと思うんですけど。はい。